高島健一は、日本の教育学者、家人、静岡県立大学名誉教授、池田市教育研究所所員、兵庫県立港川高等学校教諭、静岡女子短期大学助教授、静岡女子大学文学部教授、水亀戦者、水亀運営委員長などを歴任した。1929年4月14日、兵庫県神戸市にて生まれた。その後、 広島文理科大学に進学し、教育学科にて学んだ。なお、広島文理科大学は、国立学校設置法により、広島大学に包括されることが決まったことから、大学名を、広島大学広島文理科大学と解消した上で、在学生の卒業後に廃止されることになった。1953年、広島文理科大学を卒業した。1953年をもって、 広島文理科大学としての学生は全員卒業したため、広島大学広島文理科大学は研究科などの残務整理の上1962年に廃止された。したがって、高島は広島文理科大学最後の卒業生の一人となった。1954年、池田市教育研究所の所員となった。1956年からは、 兵庫県立港川高等学校にて教諭を務めた。翌年、静岡女子短期大学に転じ講師に就任した。1963年には、静岡女子短期大学にて助教授に承認した。1967年、静岡女子大学に転じ文学部の助教授に就任した。1970年、静岡女子大学にて文学部の教授に承認した。その後、 静岡女子大学は、静岡薬科大学、静岡女子短期大学と統合、再編され、新たに静岡県立大学が発足することになった。静岡県立大学からは、名誉教授の称号が贈られている。2003年5月18日に死去した。静岡女子短期大学や静岡女子大学にて、教育学者として勤務する傍ら、家人としての活動も続けていた。 太平洋戦争が終結した翌年、単価結社である水亀に入社している。広島文理科大学に在学中の1951年には水亀の導入になっており、1977年には水亀の選者となっている。後年には水亀の運営委員長にも就任した。1987年より水亀の編集責任者も務めた。その他、 短歌個性や悪の導入でもあった。1983年には草の快楽にて日本歌人クラブ賞を受賞している。2000年には日常の20種にて短歌研究賞を受賞している。晩年になっても2003年に存命にて短歌新聞社賞を受賞するなど最後まで意欲的に短歌に取り組んだ。専門は教育学であり、 特に教育心理学などの分野を中心に研究していた。静岡女子短期大学や静岡女子大学においても教育心理学を講じ、更新の育成に力を注いだ。学術書や専門書も多数上司しており、特に教育学者の高原広志らとともに探求学習に関する研究所を多く表している。短科結社である水亀においては、 歌人の春名三つやカス牧子らコと共に、言語学の観点から、短歌の表現や読みなどについて論じていた。日常を題材とした写実的な作風だが、そこに現代性も加わっており、独自の課題であった。高齢になるにつれ、人工透析を受けるなど健康状態が悪化したが、それを受けて、自身の生命について、思いを馳せるようになり、三部作の歌集を発表している。 ありがとうございます。